毛先巻きのツイストスパイラルで巻いていきます。アンダーセクションの2段目を巻いていきます。正中線状になるところだけちょっとサイドから見た時のボリュームをつけたいので返さずに逆巻きをせずに巻いていきます。でそれ以外は逆巻きの毛先巻きで巻いていきます。ミドルセクションを巻いていきます。ここからは根元に当てつけるように巻いていきます。3回ねじって根元にロットを当てて巻いていきます。鉢回りはボリュームコントロールで根元を押さえて巻いていきます。サイドのアウトラインを巻いていきます。ここもボリュームは抑えたいんですけども、耳上のひし形の一番出るところはデザイン的にフィット感を高めたいので、ここのみダウンステムで通常のツイストスパイラルの中間巻きで巻いていきます。顔周りに対してボリュームを抑えていきますので、でここからは返し巻きにしていきます。はい、アウトラインの流れでそのまま顔周り前髪から巻いていきたいと思います。ここは毛先巻きの返し巻きで巻いていきます。毛先はねじらずにロットに巻きつけて巻き込むんですけども、この時にあまり巻き込みすぎると根元からかかってしまい、こめかみ部分割れやすくなってしまいますので、巻き込み位置はモデルさんの骨格に合わせてあまり巻き込まない位置で留めます。フロントセクション、前髪の上の部分を巻いていきます。ここは返し巻きで、毛先に、先に巻きつけて、巻いていきます。スパイラルのセクションの取り方よりも、やや広めに、取っていきます。
モデルさんの顔周りの生え際の形によって前髪を決めて、そのまま平行線上でスライスを取っていくので、スライス線がモデルさんによって変わるんですけども、あんまりこの時に毛量が差ができないように水平に取ってください。ここは鉢回りの一番動きが見やすい場所になりますので、根元巻きで巻いていきます。サイドの鉢回りのみだけフロントにボリュームを持たせたいので、コントラストをつけるためにサイドの部分だけ逆巻きで巻いていきます。はい、トップセクション巻いていきます。ここからはもうボリュームを出していきますので、逆巻きは使わず根元からしっかりとテンションをかけて巻きつけていきます。ツイストをスパイラルで巻いてますので、毛流れはそんなに意識せずにテンションやスライサー幅を意識して巻いていきます。逆のバックサイドも同様に巻いていきます。ではトップを巻いていきます。ここも根元からねじって根元に当てて巻いていきます。で、センターラインからリバースフォワード、左右が逆になるように巻いていきます。で、一番ボリュームのいらないところを、巻いていきます。ここはフロントからピラミッド状に巻き上げていったところのサイドとのつながりの部分になるので、必然的に余ったところを巻くことによってボリュームを抑えることができます。あまり細いので巻くとボリュームが出てしまうので、13ミリで巻いていきます。
ツイストスパイラルの場合もパーマでランダムに散るようになっているので、中間から毛先にまんべんなくつけながら毛先を跳ね上げるようにつけてあげます。で、跳ねたまんまの根元のボリュームだけ調整していくような感じになります。